練習中に、まあ、頭にボールを当てて脳震盪の措置で今日も出場することができません。入る、ありました、ね、抜けてきて折り返して遠野が遠目から左足でシュート、クロスバー、こうですね、もう本当に狙いを済ましたような、まあ、少し、ね、アウトにかかりすぎたような形かもしれないですね今ね、もう少しインステップに切る、ジェジェウが強さを見せる。ただ札幌2人3人と絡んで奪いました。菅クロス、面白いですね、青木まだあります。最後のところで札幌のファウルになりました。この菅選手が、まあ、対陣しながらも逆サイドよく見てましたよね、はい、で青木選手もうまく離れる動きをしました。いいパス出せるんですけれども、今日はまだあまりビルドアップに関わっていない印象です。そうですね、ですので小林優選手にもなかなかいい場面でね、まだボールが入ってませんから。青木のシュート、チョンソンリョン左手一本、左サイドへ宮城、小林がスーッと前に行きますが、上り里が出ていく中の小林、ターンしてシュートを打てるか、決まった。先制したのは川崎フロンターレ、34分。いやまあ本当に小林はあのワンチャンス決めましたね、はい、けども必ずしも本当にいいビルドアップといいますか、ポゼッションではないような気がしたんですよね。今このボールに対するサポートもなかなかうまく入れてませんでしたし、動き出ししてましたけどパスも出せるような状態じゃなかったんですよね、はい、ただほんの少しできたこの隙、小林選手に対する、まあ、パスコースができた瞬間見逃さなかったですね、まあ、そこに対して、まあ、回転に体を預けながら反転して、まあ、高見峰選手もしっかり寄せてましたけども、小林ここから脇坂斜めに入れて小林優の前、もう一度あるクロスが入る、中入ってきたのは遠野のゴール、今シーズン6点目。札幌のディフェンスラインの間ボールが抜けてきました。もちろんボールも、まあ、キーパーとディフェンスラインの間の小橋はうまく前を向く、チャラティップが抜けてくる、チョンソンリョン後ろに預けて青木のシュート、ジェジェユのヘディング、まだあります。札幌小橋はチャンスですね、小橋がまだボールを持つ、青木に預けて金子拓郎へ、金子切り返して左足あるぞ、ゴールキーパーチョンソンリョンの正面でボールを失うというケースが今何個かありますよね、うん。